はい、高津のパノラマリフト降りたところですね。下の方ですね。ここからあれがトイレで、ここから下まで、降りてみたいと思います。スマホでノーカットです。でね、下の方にね、なんかね、パークなんかたくさんできてました。まだ滑ってないけど、まあノーカットで、滑っていこうと思います。ちょっとね、間延びしたりするかもしれないですけど、その辺はご了承ください。はい、雨まだ降ってますね。雪質とかも、ご案内したいと思います。今日履いてるのはこれ、スノーピートですね。はい。はい、柔らかいですよ。重くて柔らかい。で、割と混んでるね。雨だけどみんなタフだね。さあ行ってみたいと思います。いやー、こけるだろうなー。2、3回こけるだろうなー。まあ、こけたら笑ってください。スノーフィートね、硬い斜面の方が向いてるんだけど、今日さ、柔らかいからさ、滑りにくいよ。スケーティング。このパノラマリフト降りてから下まで2キロぐらいあるんだけど、ここをさ、高須の場合はここスノーフィート滑っていいんですよ。うん。足がじゃない。ダイナは、スノーフィート滑っていいところがさ、800メーターぐらいしかないんですよね。で、こっちは、高須は2キロ、多分2キロ以上あるんですよ。あ、しまった。ブーツのちょっとセッティング間違えたな。しまったな。これじゃあスピード出んがや。スノーフィート、そんなにスピード出ないっす。せいぜいね、まあ30キロも出ないだろうな。みんなスノボのお兄ちゃんがさ、ヒューとか言って滑ってるじゃないですか。あれがね、だいたいね、まあ20キロから30キロですよ。うん。で、僕が、スノーフィート、まあせいぜい25キロじゃない?で、今12キロとかさ、ぐらいですよ。ゆっくり滑ってるスノーボーターに置いてかれる。さあ、パークがね、あれなんだろう、リフトから見たら、バンクでしたね。滑ってみようかな。バンク、ハーフパイプ、どっち滑ろうかな。こんな風に僕のチャンネルでは、高須とダイナのね、積雪情報、雪質情報もお送りしてます。土日月にお送りしてます。まあ、なるべく上げるようにしてますんで、ね、で、まあ、その天気予報とかね、ホームページ、じゃあ、まあ、もっと、細かく知りたいっていう方は、チャンネル登録していただければなというふうに思います。はい。よいしょ。雨なかなかやもんな。まだ雨降ってますよ。よいしょ。ダイナランドのね、ナイターの時間変更しましたからね。まあ、11時までだったのが、8時までになったん で、リフト止まるのが1時半です。7時半で。その代わり、4時半から6時まで、リフト動きっぱなしなんでね。スノーフィート遅い。まあ、スノーフィートはね、登りでも滑ってきますからね、スケーティングで。その辺はいいんだけど。さあ、この辺がね、雪もね、柔らかいですよ。うん。ただ、明日冷えたら、晴れでしょ、明日。なんだっけ。アイスバーンになりますね。今夜の、あれ、ダイナランドなんか、あれじゃない?アイスバーンじゃない?うん。雨は止むけどさ。はい、間延びしてます。まあ、早くしていただいていいですよ。バンク行こうかな。バンク。入り口が見えてきました。あ、バンクどっちだ?こっちギレギラパイプか。これ、レギュラーパイプの入り口ですね。うん。レギュラーパイプの入り口。
よいしょ。ちょっと緩めます。緩めます。スピードを出すためには、これを緩めないとさ。さあ、バンク行こうかな。このレギュラーパイプじゃなくて、バンク行きますよ。もうボコボコだわ。滑りにくい。ボコボコ。スノーヒートではきついわ。スノーヒートの前こけが多いから、前にこけることが多いんで。バンクですね。バンク。ああ、ふもとって見づらいな。どこがどうなってるかな。ああ、なるほどね。並んでるな。やめとこうか。どうする？並んでないか。並んでるわけじゃないか。並んでるわけじゃないか。行っちゃえ。スピードが出ない。スピード出んわ。ジャンクもクソもないじゃん。こけた。スピードでなくてさ、バンクに登れないんですよ。でね、このバンク楽しめますよ、スキーヤーの皆さん、スポーダーの皆さん。スノーヒートではボコボコなんて、こんなんこれ分かります、このボコボコぐらい。バンクに上がれないんだわ。だから真ん中滑ってます。このバンクね、かっけえよ。高いよ。ダイナにできたさ、バンクの日じゃないよ、これは。よいしょ。はい。はい、これ、でかいパイプ。で、向こうのがちっちゃいパイプやってますんで、来てみたらどうでしょうか。あ、高須の駐車場見えるわ。ああ、3000台止まるうちの2000台も止まってないね。1500台ぐらいだね。ってことは3000人ぐらいしか来てない。うん、ってことだね。バンクね、おすすめだよ、これ。ボコボコ。まあ、スノーフィードではダメだわ。スノーフィードでは滑れんわ。はい。ありがとうございました。ああ、美味しいですよ。明日はガリガリです。じゃあね。